はい、こんにちは、116インズです。さて、このチャンネルをご覧の方の大部分は、プロ野球観戦、あるいは特定球団の応援を趣味にお持ちかと思います。プロ野球応援という趣味は、応援しているチームが勝てば当然嬉しいけど、必ず負ける時も来る。自分がコントロールできないのに、全く楽しくない瞬間がある点が、やや難点。なるべくなら自分が好きなチームが勝つ姿は、毎日見たいものですが、それもまた難しい。どうすれば日々好きなチームの勝つ姿を見られるだろうかと考えたとき、 日米のリーグ MLB と NPB それぞれで応援するチームを作れば、その願いがもしかしたら叶うんじゃないのかなと。例えば私はマリナーズとベイスターズを応援していますが、マリナーズが負けた日であってもベイスターズが勝てば、マリナーズ敗戦を上回る喜びがありますし、逆もしかり。で、ふと日米で非給を持つ場合に一番いい組み合わせ、毎日少なくともどっちかが勝ってくれる可能性の高い組み合わせはどれなんだろうと疑問に思いましたので、今回は最も日々好きなチームが勝つ姿を見られる確率が高かった日米球団の組み合わせを探していきます。 前提はこちらです。昨年2022年の NPB と MLB のレギュラーシーズンが対象で、NPB が開幕した3月25日から、MLB が閉幕した10月5日を日本時間に直した10月6日までの期間を対象とします。NPB12 球団と m l b 3 9球団の全ての組み合わせにおいて、日本時間で同じ日に日米少なくとも一方のチームが勝った日をカウントし、それを3月25日から10月6日までの全日数、最大196日から両球団試合がなかった日を除いた日で割り、少なくとも日米どっちかが勝った割合を算出します。 例えばヤクルトとヤンキースの組み合わせの場合4月9日の試合にヤクルトは敗戦ヤンキースは現地時間4月8日日本時間で4月9日の試合に勝っていますのでこの日は少なくともどちらか勝ったということでカウントするみたいな感じですね。 その割合が高いつまり両球団を応援していれば日々最もひいきのチームが勝つ姿を見られる可能性が高いということで NPB12 球団別にそれぞれ相性の良かった MLB 球団上位10球団を紹介していきます基本的には昨年強かったチーム同士の組み合わせが一番いいとは思いますがどっちかが勝てばいいだけではありますので日程がうまくかみ合って意外な組み合わせ面白い組み合わせもあるでしょうかセ・リーグから見ていきましょう まずは昨年のセリーゴージャの東京ヤクルトスワローズから2年連続でのリーグ優勝となったヤクルトですが、やはり一番いい組み合わせだったのは昨年 MLB で100勝以上したチームたち、アストロズが最も相性が良く78.5%。これは NPB12 球団、m l b 3 9球団全ての組み合わせの中では最も高く、この2つのチームを応援している方は半年間せいぜい5日に1回くらいの頻度でしか、ひいきのチームがどちらも負ける日がなかったと。 特に圧巻なのは8月12日から9月22日までの42日間で、この間39日間で少なくともどっちかのチームは勝っているというね、なんともストレスの少ない組み合わせだったようです。個人的に意外だったのが昨年99勝のヤンキースとの組み合わせがトップ10に入っていない点で、割合68.6%はヤクルトとの組み合わせの中では m l b 3 9球団中13位。こういうこともあるんですね。 続いてセリーグ2位の横浜 DNA ベイスターズ。やはり m l b 百姓勝軍団がここでも強く、ヤクルトに続いてまたもアストロズが最もいい組み合わせであったと、ドジャースは昨年アストロズを上回るシーズン111勝を挙げているんですが、意外にもベイスターズとの組み合わせでは3位なんですね。 トップ3以外はすべて昨年 MLB のプレイオフに進んだチームたちばかりですので、まあ順当かなぁと思いつつ、私が応援しているマニナースとベイスターズの組み合わせはトップ10外。なんならベイスターズとの組み合わせの中では MLB30 球団中14位ですので、昨年は全然相性が良くなかったと。負けるときは一緒に負ける謎に通じ合っている球団同士なのかもしれませんね。続いてセリーグ3位の阪神タイガース。やはり m l b 百姓勝軍団が強く、またマーストロスとの組み合わせがトップとなっていまして、トップ3の面々もおはや一面。 ただ、阪神はシーズン序盤特に苦しんだ影響か、一方が勝つ割合という意味では全体的にはやや低め。少なくとも一方が勝てばいいというルールにおいては、まとめて勝つよりもまんべんなく勝った方が割合としては高くなる部分もあるかもしれません。ちなみに意外だったのは8位にサンフランシスコジャイアンツが入っている点。阪神と巨人は伝統的なライバル関係にあるわけで、阪神を応援している人でサンフランシスコジャイアンツを応援する方は、おそらく宗教的な理由から少ない気もしていますが、昨年に限ればそこまで悪くない組み合わせではあったようです。 続いてセリーグ4位の読売ジャイアンツ巨人ですね。シーズン序盤好調だった巨人ですが、中盤以降失速してしまい、最終的に B クラスに終わってしまいましたが、アストロズとの組み合わせがここでも強い、まさかの4チーム連続でトップと、しかし今回初めて MLE で100勝しなかったチーム、ガーディアンズがトップ3に食い込んできて、計算しながら王ともなりました。 というか、ドジャース、メッツ、ヤンキースあたりが思いのほか巨人との組み合わせでは割合低めな気もしますね。ちなみに先ほど阪神とジャイアンツの組み合わせを調べましたので、逆に巨人とデトロイトタイガースの組み合わせはどうだったのかを確認したところ、割合58.7%で巨人との組み合わせでは MLB30 球団中27位。タイガースが昨年苦しい1年でしたので、こればかりは仕方ないでしょうか。セリーグ5位の広島東洋カープを続いて見ていきましょう。アストルス5連覇を阻止したのはドジャース、74.2%で僅差でヤンキースを上回りましたね。 上位2球団が広島のレジェンド黒田博樹さんが MLB 時代に所属していたチームなのは何かの縁でしょうかトップ3以外ではやはり順当に昨年 MLB のプレイオフに進んだチームたちが入ってきていますが、カープはお魚ということで魚にまつわる名字を持つ選手では史上最強クラスのマイク・トラウトさんが所属するエンゼルスとの組み合わせも確認したところ、61.5%でカープとの組み合わせの中では MLB30 球団中20位、絶妙にコメントに困る順位でした。 そしてセリーグ最後は中日ドラゴンズ。低迷が長期化し、近年よくツイッターなんかでも、ファンの嘆きがしばしば流れてくるドラゴンズですが、昨年は面白いくらいにドジャースとの相性が良かったようで、割合77.4%はぶっちぎりでトップ。に位アストロスとの割合が71.2%でしたので、日程の面でものすごく相性が良かったみたいです。 かつてドラゴンズのユニフォームもドジャーススタイルだった時代がありますので、まあそういう絵ももしかしたらあったりなかったり。ちなみに私が好きなマリナーズがトップ5に唯一入ってきたのはドラゴンズとの組み合わせだけなので、ドラゴンズファンの皆さんマリナーズも応援してみてはいかがでしょうか。 では続いてパ・リーグ見ていきましょう。まずは昨年日本一にも輝いたオリックス・バファローズから、やっぱり強いのはアストロズ・ドジャースあたりとの組み合わせ。シーズン106勝、111勝もすればそらそうかもしれませんが、ここに食い込んできたガーディアンズはなかなかに面白い。7月27日以降、どちらかが試合をした70日間中、58日でどちらかのチーム勝っていますので、後半の追い上げがかなり効いたい印象です。 ちなみに吉田正隆選手の影響でもしかしたらレッドソックスも応援し始めたバファローズファンの方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年レッドソックスがレッドソックス比であまり勝てなかった影響か、割合64.6%は18位。吉田選手の活躍もあってレッドソックスが今季かなり頑張っていますので、今年はもう少しその割合が上がるといいですかね。 続いてパリーグニーの福岡ソフトバンクホークス。ホークスとはドジャースが最も相性の良い,いチームとなりまして、割合76.1%。なんならホークスの場合、上位11チームが70%を超えていますので、MLB で昨年プレーオフ進むくらいのチームを応援していた場合、まあシーズンの結構な割合で日々好きなチーム、どっちかが勝つ姿は見られていたと。というかホークスの場合、一番割合としては低かったデトロイトタイガースとの組み合わせでも 61.、61.3%と6割を超えていますので、これは NPB 全球団の中でも唯一のチームということで、去年はホークスと MLB どのチームを応援する 組み合わせであってもまあ、ぼちぼち好きなチームが勝つ姿は日々見られたことにはなりそうですかね。 パリーグ3位の埼玉西部ライオンズを見ていきましょう。ドジャース、アストロズ、ブレイブス、メッツ、やはり100勝しているチームとの組み合わせとなると、必然的に相性は良くなりますかね。ここでもトップ3、トップ4を独占。特にトップ3は割合も4以降と比べてかなり高め。個人的にここまで少し意外だなと思ったのが、昨年プレイオフを逃し、勝率も5割を下回ったツインズが、結構ライオンズ以外でもそうですがトップ10に食い込んできているあたりで、ライオンズのランキングでも8位、勝率5割近辺のチーム同士であっても、うまいこと日程的に噛み合えば、割合としては高くなることも あるんでしょうか続いてパ・リーグ4位の東北楽天ゴールデンイーグルスもうおなじみのトップの面々という感じでアストロズドジャースとの組み合わせはやはり際立って高いとマー君こと田中将大選手が前に所属していたヤンキースとの組み合わせは4位という結果になりました。 イーグルスということで、取り繋がりのチームとの相性で見ても、ブルージェイズが9位で67.6%、オリオールズが67.4%といずれもトップ10入り、惜しくもカージナルスだけはトップ10を外れてしまいましたが、ちょうどどちらもコンテンダーのチームとなりますので、今楽天ファンの方が MLB を見始めるのであれば、取り繋がりで見始めるのももしかしたら意外と悪くない選択肢なのかもしれません。 パリーグ5位のチバロッテマリーンズ続いて見ていきましょう。ロッテに関してもまあお馴染みの面々が上位を占めていますね。ここは特な驚きはなし、ドジャースとの相性が特にいいという結果になりまして、ドジャースとの組み合わせで77%超えは他にヤクルト、中日しかありません。なお、カタカナでのパッと見の印象が似ているせいか、そこまでメジャーに詳しくない方だと、マリーンズとマリナーズとマーリンズがたまにごっちゃになっている方を見かけますが、ロッテとマリナーズの組み合わせは9位で68.6%と悪くはなく、一方でマーリンズとの組み合わせに関しては割合が58.3%。 3%と対照的な結果となっていますそして最後は北海道日本ハンファイターズを見ていきましょうファイターズは昨年 npb 12球団でワーストの81敗を喫し苦しい1年となってしまいましたので mlb 30球団の組み合わせで見ても割合としては全体的にやや低めの印象を受けます まあこればかりは負けている絶対数が多いので仕方ないですけどね。それでもドジャースやアストロズとの組み合わせでは70%は上回っていますので、NPB と MLB どちらにおいても悲劇を作る際は、一方の負けが混んでいたとしても、もう一方が割としっかり勝ってさえくれれば救われる側面は大きそう。暗黒時代が被ったりすると、まあなかなか辛い感じになってしまうのは私も経験しているところではあります。 ということで NPB12 球団とそれぞれの相性の良い,い MLB 球団トップ10を見てきましたが、最後に全ての組み合わせで最も割合が高いものトップ10をご紹介します。 昨年セリーゴージャーのスワローズとアストローズ、ドジャースの組み合わせが非常に良い,いのはまああるし当然として3位にドラゴンズとドジャースの組み合わせが入ってきたのは個人的に少し意外な結果になったなという印象。基本的には昨年であればドジャースとアストローズどちらかを応援していたらそんなにストレスはないという至極当たり前の結果を得られた感じです。半年間で4日に3日くらいのペースで好きなチームが勝つ姿を見られるという数値の規模感を知れたのは一つ発見かなと思いました。またここまではある意味ストレスの少ない組み合わせで調べてきましたが逆に昨年は忘れたい1年だった 組み合わせも最後にまとめてみます基本的には再建チームが入ってくる感じですね昨年パリール再開のファイターズと昨年107敗を期したナショナルスとの組み合わせが最も良くないということにはなっていますがそれでも50.8%と少なくとも半分くらいにはなるんだなという点は発見でしたこのほかファイターズとの組み合わせが残念ながら大半という感じですが10位に昨年 CS に進んだ阪神とレンジャーズの組み合わせが入ってきたのが少々意外でしょうか全体的な印象としては思ったよりも好きなチームの勝つ姿というのは日々見られているんだなということ 一番結果が出なかった組み合わせでも50%は超えてくるわけですからね。どっちも勝ってほしいとなると難しいかもしれませんが、日米で好きなチームを持って、どっちかが勝ってくれればいいのスタンスならいくらか気持ちも楽に、過度にストレスを抱えずに楽しむことももしかしたらできるかもしれませんね。好きなチームの負けがこんなりするとつい忘れがちになりそうですが、あくまで趣味ですので、楽しめる範囲で楽しめたらいいのかなと私は思います。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。